ダーカーやダークファルス、さらには全ての元凶である深淵なる闇との戦いで目覚ましい活躍をされました。深淵なる闇が長き封印から復活し、絶望的な状況の中、あなたとそしてペルソナのお二人は最後まで決して諦めませんでした。結果、かつてあなたが保護した少女マトイさんを深淵なる闇の手から救い出すことに成功しました。ですが、その犠牲としてペルソナが深淵なる闇の新たなる宿主となり、現在に至ります。いやー、振り返ってみてもすごいことです。そんな人が今私の目の前に。目の前から消えろ。目障り。緊急連絡です。動くな。逃がし。動くな。開けろ。
をするな。邪魔をするな。邪魔をするな。するな。